もうちといいか。はい。あ、コウ君どうかした？あ、今度の日曜空いてるか？あ、空いてる空いてる。あ、でも相沢は3日フリマだろ。そっか、一緒に行くか。そっか、そうなるのか。デート行こうとしたら相沢に会えないんだ行くけどさ。おう、祖父母で怒られさか。決まりだな。うん、待ち合わせ場所は公園入り口でいいんだな。遅れんなよ、コウ君こそ。いや、お前まだ許してないからな、祖父母人形の件そうだな。じゃあよ。コウ君からデートに誘われちゃった。あ、まあ、フリマね。楽しんでる節はあったもんな。やっとスギちゃんスタイルが完成したのでね。いや、本当はこれ着たくないのよ。これなのよ。でもこれ多分いけないから。とりあえずこれで我慢するしかないな。よし、レコード漁るか。あ、レコードね。手伝え。あんのかな。掘り出し物見つかるといいね。混んでやがんな。混んでんな。ほら。悪い。加減が効かねえ。殴られてんの。あ、でもフリマね、楽しそう楽しそう。おーおー、意外とでけえな。うん、掘り出し物探すぞ。見て回るだけでも楽しそう。ま、エコブームですからね何こいつ嫌いだわ。でも多分探したいんでしょ。おう、掘り出せ。手分けするか。やったね、バッチリ好印象。いや、でも楽しそうは楽しそうなんだな、やっぱ。うん、その面なら満足したみてえだな。おう、お前まだ時間あるか。お、あるある。アフターすんでしょ、行くぜ。よし、じゃあ移動するか。お、ん、移動すっか、行くぞ。つなぎてえのかよ。まあいいけどよ。ふう、うん、まあ、まだモクスの手にはね、祖父母人形あっから、お前が受け取ってくれなかったやつ。ところでコウ君、いいのかなこれ聞いて。異性の好みね、異性の好み聞いちゃおっかな。あのね、好きな女の子のタイプってどんな感じ。はあ、ほら一応ね聞いとこうかなって。なんでそんなこと答えなきゃなんねんだよ。いや、多分だけどモクスのこと好きなんじゃないと思ってるから。いいでしょ、私だけの秘密にするから。お前にだけは教えねえどうして。どうしてもだ。じゃあルカに聞こうって。泥沼いっちゃんしていかんこと。いっちゃんだね。ダメだ、くだらねえこと喋ったら殺すって。ルカのバカに言っとけ。気になる。いや、もうそんなんお互いの好きな子なんてね、お互い知ってるからね、おそらく。多分同じ女好きだしね。ありがとう、送ってくれて。礼言うほどのことじゃねえ。じゃあな。じゃあな。そう、ほんとモクスンって気配りパラある割には地雷踏み抜くのうまいよな。あ、ルカとコウ君だ。あ、喫茶店寄ろっかな。ルカ、コウ君。おう、もしかして待っててくれた。あ、っていうわけじゃない。よかったらみんなでお茶しない。あ、俺が言おうと思ったのに、やっぱ気が合うねおう、俺も行くぞ。とんでもないマウント合戦が始まってしまう。よかった、じゃあ行こう。そう、そういえば、なんだ、男の人って女の子らしさについてドキドキするときってあんまこう聞いていいのかな、こういうことって。男の人、これ聞きたいな。お互い、まあ、すぐに泥沼化させようとするんだけど、どう？二人が女の子にドキドキするのってどういうとき？エッチ系の話？そう。バカ。え、違う、そうじゃなくて、もうちょっと精神的な。そうだな。こうは？ああ？俺に振るなって。今だったりして今だったり、今だったりして。うるせえ、黙ってろ。怖えんだよ、すごむなよ。もう喧嘩しないで。誰がさせてんだよ。いや、ほんとそれえ、気にすんな、八つ当たりだよ。いや、でもこれ 100% もうモクソンが悪かったですね。私のせいなのかな。お前のせいだよ、どう考えて。あ、ミオとカレンだ。何してんの。お昼私も一緒していい。バンビー、もちろん。さて、今日のミオのお弁当は。そうじゃん、チーカー弁当。期待しないで。あ、
なぜインドカレーとナン、すごい。お母さん気合い入れすぎすごいね、ナン入ってたんだお弁当に。しかもバターチキンとマトンの2種類。あ、マジ。匂いが漏れないように密封されてる。めっちゃできた。お母さん美味しそう。ミヨ、うん、母恐るべし。やばいな、学校でナン食べれるってもうテンションぶち上がるやろ。ミヨママすげー。おしゃべりしてたら帰り遅くなっちゃった。早く帰ろ。なにこれ、あれ教会の敷地に、ん、誰かいるみたい。あれは相沢。あ、コウくん。コウくん、あ、また歯と歯を叩いてる。どうしたのこんなとこで。あ、俺は別に。え、別に、別にっていうかこれなんかやってんやん。これ何してんの。あつ森ジョロ、それジョロだよね。ああ、これな、これは別に、たまたまだ。たまたまでジョロ持つかな。そう、花壇の手入れとか。あ、桜草の。いや、だからたまたまだって言ってんだろ。たまたまで持つかな、これめんどくせえな。なんだよ、俺が肩に水やっちゃいけねえのか。いや、そんなことないけど。うん、そんなことないけど、ちょっと意外かも。ああ、それより、もう遅いぞ、帰るんだろ。うん、うん。ああ、でもなんかちっちゃい頃ね、それこそこの教会の裏で遊んでたんでしょ、幼馴染3人は。で、あの時もなんか、ルカが、その、花のことを大事にしてたけど、コウ君はちょっとこう、嘘つけみたいな感じだったじゃん。花興味ないって感じだったけどね。やっぱ信じてんじゃん、あいつ。妖精の鍵信じてんの。ね、コウ君。いつにも増して無口だね。そんなことねえだろ。そうかな。なあ。あの教会、ガキの頃3人で時々忍び込んだの覚えてるか。うん、なんとなくだけど、どうして。なんとなく。いや、聞いただけだ、忘れろ。え、なんかモクスが覚えてないことでもあんのかな。コウ君も笑ってる。え、なにな、思い出せって。お前バカだな。送ってくれてありがとう。ああ、じゃあ俺は時々思い出す。我ながらめめしいけどな。え、コウ君。何言ってんだ俺。やっぱり忘れろ。じゃあよ。え、なんかモックスなんか忘れてることないの。え、大丈夫コウ君。え、なんかモックスが覚えてないことでもなんか約束とかしてたりする。え、全然言わねえじゃんこいつ。今日は体育祭、よし頑張るぞ。あ、ラスト体育祭ね。さてと、何の競技参加しよっかな。残って、あ、玉入れね。あ、玉入れ得意なんですよ。玉入れ出よう。私のチームは、うん、ミッケ。お、あ、ルカ頑張ろうね。ああ、俺たちに会ってやつらにないものわかる。ちょっとわかんないな。気配りパラかな。愛だ。気配りゼロかな。バービーが敵。一緒のチームが良かったのに。本当それ、カレンにね、ちょっとボールぶつけるとか私できないな。拾って上に投げればカゴに入るね。うん、でぶつけることもできると。かわいそうにこれ。よーい、始め。トウ、ほら、トウ、ほら、一番はこう向こうにもぶつけつつね、やるのが。で、なんせぶつからないこと、向こう絶対コウ君投げてくるから、その辺をね、ほら、ほら、トウ、ほら、いっぱい入れろ。トウ、ほら、トウ、ほら、ほら、ほら、トウ、なんかやっぱ玉入れのゲームが一番楽しいんだよな、どうしても。いっぱい枕投げとかちょこちょこ作ったりとかいっぱいあるじゃん、お決めのって。どうしてもね、私これが好きでたまんないんだよな。これをもう特技履歴書に書きたいぐらいですね。特技玉入れです。人にぶつけることも得意です。ほら、
でも全然まだいける。そう、今度一人でミニゲームこれやろう一生。入れたな、玉な。愛の勝利。ちょっと恥ずかしいけど頑張った甲斐あったな。入れたな、玉。お、ちょうどいいところに。ん、あ、大迫の声。どうしました？ん、あ、大迫先生。お前、桜井兄弟と仲いいよな。まあ、仲いいは仲いいけど。はい、どうかしたんですか？居場所知らないか。これから対抗リレーなのに、あいつら。え、でもさっき玉入れてたよ、二人とも。え、私探すの手伝います。すまん。あ、いなくなってんだ。本当はもう悪ガキですね。あ、ルカいた。あれ、もうやっぱりサボろうとしてたでしょ。これから対抗リレーだよ。あ、そうだっけ。リレー出るんだ。もうね、コウ君は。ああ、コウなら確か。ほら、キリキリ歩け。見つかってんじゃん。耳引っ張んなって。大迫つえーな。いたよ。バカだな。ちゃんと大迫の言うこと聞け。大迫さん、やっぱダリーよ。汗かかねえ程度に流すべ。ダメだよ、ちゃんと一生懸命走らなきゃ。いいか、よく聞け。よりチームに貢献した方に彼女と二人三脚をする権利を与える。いや、二人三脚私嫌だし、なんかもう全然さ、気配りパラ足りてないから、二人とももう右左うるさいし。え、でも大迫先生、俺走ろっかな。ちょろすぎんの。もう大迫の思うツボ、悪いとこ出てるぞ大迫。2人3人すごい、コウ君どんどん抜いてく。ポテンシャル高え。ルカ、ほら行け。こんなん一緒に走りたくないやろ、バトンの中に。おせえよ、うるせえ。すごい、息がぴったりだ。ヒーロー参上、正義は勝つ。バカだな。ルカも早い、頑張って。マジで大阪悪いとこ出てたぞ。3人抜きか。あれか、モックスンと二人三脚したくてそんなに頑張れるんだ。でもアンカーは俺で、どっちの勝ち。そうだよね、リレー同じチームだったら勝ち負けつかないよね。あのね、二人三脚もうとっくに終わっちゃったよ。え、むくよくよすんな。これが青春だ。悪いやつ。いや、これが青春でもなんでもない、子供の心もてあそんだって。もうマジで悪い大阪。最後はフォークダンス、そろそろ始まるみたい。フォークダンスね。次はあ、ルカだ。はあ、やっと回ってきた。よかったね、二人三脚できなくともだね。ふふ、お待たせしました。おとなしく待ってたご褒美に2回踊っていい。まあいいんじゃない、そんなにこうぐるぐる回んないでしょ、この感じ。次はあ、コウ君だ。おお、やっとか。お待たせ。お前んとこに来るまできついのなんの。きつかっただろうな。ほら手出せ。でもリレーサボろうとしたくせにこれはサボらないんだもんな。こっちの方こそサボりたいと思うけど。あ、次藤山嵐。押す。嵐押す。いいな、おもろかったな。あ、でもこれ最後の大会か。いや、最後のイベントごとになってくな、全部が。悲しみの相沢のとこ行ってこ。相沢バンビ、出た。一緒に帰ろ。マジで可憐率多いな。お茶して帰ろ。ナイスアイディア、そこなくっちゃん。ふふ、じゃあ行こう。もうマジでさ、ルート分岐私分かんなくなってきた。可憐ルートも全然ありだと思ってるから。ところでカレン、なになに。あ、異性の好みね。あ、気になるな、異性の好み。あのね、カレンってどんな人が好きなの？好みのタイプは？私が男だったら、うん、バンビみたいのがタイプ。あ、マジで？ドキ。もう真面目に聞いてるのに。もう真面目に答えてるのに。なんてね。そうだよね。もう、いや、いいな、カレンマジで。ごめん。そうだな。私はこんなだし、無茶なことしてもついてきてくれるってのは最低条件かな。あ、それはいい男だな。あと、もっと理想を言えば対等に戦える相手がいい。戦うの？戦う？うん、お互いぶつかり合えて
私が負けちゃうぐらいでもいい。そういう尊敬できる相手がいいんだ。ああ、なるほど。ああ、まあお互いにこう向上心の塊みたいなのがいいのかな。なるほど、カレンらしいな。いや、ちゃんとした好きなタイプだったな。偉いな、カレン。あ、相沢先生、お仕事頑張ってるよね。私のコーヒー楽しみにしててくれたら嬉しいな。いや、もうコーヒーにハマってしもて。もう佐伯てるか、お前は。来たな。来たぞ。はい、お邪魔ですか。ああ、今いいところだ。だから、おとなしく待ってるんだぞ。はい。はい、コーヒーの準備して待ってます。いや、偉いな、モクスン。相沢の助手みたいになってる。わ。どうしよう、お仕事の邪魔になっちゃう。私が出ちゃっていいのかな。あ、電話鳴ってんの。山並処方の佐藤です。あ、佐藤さん。あ、あの、ちょっと待ってください。ん、あなたは。びっくりした、この間の出版社の人だ。私だって気づいたかな。気づいてたっぽいね。相沢先生聞こえてないのかな。書斎覗いてみよう。え、嘘、佐藤ずっと保留を流されてんの、かわいそうに。あの、相沢先生電話が、お、ボノボっていう、なんか使ってんのかな、これ。ボノボパソコンですか。ボノボだ。すごい。相沢先生のあんな目見たことない。怖いくらい。そうだね。普段どっちかっておちゃらけてんのな、この人。ダメだ。今は絶対邪魔しダメ。電話後でかけ直すって伝えよう。今、佐藤ずっと保留音だぜ。かわいそうな佐藤。コーヒー冷めちゃった？なんかちょっと眠くなってきちゃったな。あ、マジ？あ、まあ、疲れてるかも、くすんの。おい、こんなところで。寝てるのか。仕方ない。いや。意外と重いんだな。うるせえ。うん、相沢先生の声。重たいとか言わないで寝てると思って。安心した。本当の天使じゃないみたいな。相沢ってさ、結構こうなんておっさん臭いとこがあったから、こんなこと言うのすごい意外なんだけど、さすが小説家ですね。あれ、私浮いてる？天使だから。やっぱナモクス、天使の日に生まれちゃったもんな。おい、天使と見間違えるよな。おい、そろそろ起きないとまずいぞ。うん、私ピンクになってる。まさか私居眠り。すみません。あまりにも気持ち良さそうだったから、そのままソファーまで運んでやったんだ。あ、ありがとうございます。え、すみません。そんなことよりもう暗くなるぞ。あ、もうこんな時間、私帰ります。いや、相沢優しいな。私なんか相沢の意外な一面見ちゃった。相沢先生の声聞こえたな。あれ夢だったのかな。あ、天使がうんぬんかんぬん言ってたやつね。あ、電話のこと伝えるの忘れちゃった。私何してるんだろう。でもそんだけ必死だったんだろうな、うちの天使は。相沢に翻弄されてますね、小アッパが。もうちといいが。はい。あ、ゴー君どうかした？ああ、今度の日曜空いてるか。あ、遊びに行く。空いてるよ。ボーリング行くか。あ、ボーリングね。あ、なんか好きだったんだっけ。行こう行こう。もう、じゃあ決まりだな。うん、待ち合わせ場所は駅前広場でいいだな。遅れんなよ、ゴー君こそ。そうだな。じゃあよ。でもなんだかんだゴー君楽しそうだな。どっちにする？ボーリング。あ、ダーツもあんのか。ダーツとか好きやろ、絶対に。こんなもん、ダーツなら勝てると思ったら甘いぜ。いや、もうこっちのセリフっていうかね、モクス、あのカムロ町でめちゃくちゃダーツやってっから。なんつうか、慣れねえわ、どうにもよ。刺してやんよ、針をよ。 お前ダーツ得意か。誰に聞いてんだこら。あ、でもこれは誰に聞いてんだよ、モクスン様だぞ。本当だこら。じゃあ501でいいな。やったね、バッチリ。これバッチリなんだ。どうした、都合わかんねえなこいつの。ああ、もっと寄っとけ。寄ったらダートできないでしょ。よし、その面なら満足したみてえだな。お前もな。おう、お前まだ時間あるか。さあ、二人行くか。ところでコウ君、
あ、いいんすか、これ聞いて。恋愛について聞いちゃっていいんすか。ね、怒らないで聞いてくれる？怒られそうならやめとけ。ですよね、それ分かります。でもまあ一回ね、一回ちょっと挟むだけっていうか、本当は聞きたい気持ちを汲み取ってほしいな。本当気配りパラ大抵やとはよ。いや、いいよ。まあ、なんだよ。あのね、コウ君は恋愛ってどういう風に考えてる？あ、恋愛感全然わかんねえな、こいつ。はあ？考えねえよ、そんなことは。男だぞ。そうかな、男の子でも考えるものじゃないの？いや、考える子は考えるんじゃない？もう極端だと思うけど。知るかよ。ルカにでも聞けよ。そっか。うん、そうしよう。何がだ？え？だから恋愛ってどういう風に考えるか。やっぱり、やめとけ。何が？なんなのよ。いや、多分あれか、ルカに聞くのはやめてほしいって感じかな。ん？満足か、お前。わかった。もう少しな。お、アマちゃんになってきましたね。礼言うほどのことじゃねえ。じゃあな。なんだかんだ、コウ君って、モクスンのことを甘やかしたい欲がある人だと思ってるから。ああ、恋愛感って言ってくんなかったな、結局。忘れ物しちゃった。え、なになになに？え、な、なに？え？おい。何切り取ったんだ。嘘、喧嘩してんの？少し落ち着け。え、僕そこ見ない方がいいね。絶対殴られてんやろ。え、殴ってんの？マックスどこで見てんの？ここで見てんだよね、多分。だってこっからだとお前変なとこから見てるもんね。教託から見てるもんね。そんなことないよね。え、何言ってんのこれ？喧嘩？止めなきゃ。嫌だね。え、てめえこそいつになったらマジになんだよ。ルカとコウ君喧嘩なら止めなきゃ。お前そう言って全然止めに入らねえじゃん。だからよ、勘違いだって言ってんだろ、さっきから。え、何？なあ、俺ら兄弟だよな。なんだ急に、気持ち悪いな。つまんねえ同情すんなっつってんだよ。めっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる。モクス、俺帰った方がいい。意味がわかんねえな。あいつが好きなんだろ。また自分は我慢してかわいそうなルカに譲ってやるか。かっこいいな、おい。あいつってもしかしてお前じゃん。その辺にしとけよ、てめえ。でも今度は訳が違うぜ。あいつの気持ちはどうなる？あいつはものじゃねえんだよ。いや、ちょっとスキンシップするの私ここ勇気ない。なんかもう何も手出ししたくない。おとなしく聞いてりゃ。聞いた風なこと言ってんじゃねえよ。てめえにはあいつが必要なんだ。なことはてめえが一番よく分かってんだろうが。ああ、え、どういうこと？もうコウ君は諦めたいってこと？諦めたいっていうか、それこそルカが言ってるように譲ろうとしてんの？結局またそういうことかよ。汚ねえ、あいつが好きだ。だけどコウ、俺は遠慮なんてしない。兄弟だと思ってるから。お前はすぐ音を出すバカめ。マジでバカ。お前どういうタイミング？立ち行きするつもりなかったんだけど。待て、ごめんなさい、ごめんなさい、逃げちゃった。あ、マジ私のせいだ、どうしよう。二人のことをあんなに傷つけてたなんて。いや、もう、いや、でもどっこいどっこいよ。私だって傷つけられてるし。あ、電話。ミオからだ。すべてお見通しのミオからだ。バンビ。はい。ミオ。大丈夫。わかってる。激しく燃える二つの星が、バンビを取り囲んでいる。この星たちをそうさせたのは、バンビ、あなたのせい。いや、違うと思うな。いや、勝手に、あの、なんか、2週間に1回ペースで誘ってきて、で、すぐになんかこう、取り合いムードになって2人きりになりたいみたいな雰囲気出してきたら先に向こうじゃん。モクス何もしてないじゃん。うん。じゃないし。落ち込まないで。
この強い輝きは決して悪いことじゃないから、これから2つの星がバンビにささやきかけてくる言葉をよく聞いて、ささやきかけてくる、そして、運命を分ける選択肢が出たらバンビが望む未来へ導いてあげて、星はあなたの答えを待ってる。天秤の重り、こう考えればいいよ。じゃあね。選択肢、天秤の重り、私の言葉一つで三人の関係がさらに変わるってことだよね。まだそんな、なんていうの、気配り見せなきゃダメなの、私。助けて、相沢。相沢。あ、ルカの誕生日ね。買いに行こうかな。うん。急いで買いに行かなきゃ。まあ、多分もう、少年合唱団の CD 多いやん、こんなん。そっくり人形ね。人形ね、あ、まあお揃いで持っとくって、あ、喧嘩してたしな、2人でこうお揃いのソフビ人形を持つって話ありかなと思うんですけど。なんかでも全然喜びそうっちゃ喜びそうだしな、これ。ルカ、おう、ねえ、もしかしてお誕生日おめでとう、これプレゼント、やった、人差し指クイクイ、開けていい、開けていいよ、うん。嬉しい、 あんまそんなに喜びあらわにしてほしくないな、後がねきついっていうか、うん、うん、そうだよね。そうかな、いいね、あ、本当、ありがとう、あ、よかったよかった、来年も期待してる、よかった、うん、割と喜んでもらえたみたい、いやでもコウ君にもこれ渡しとけ、お互いにね、こうお揃いだから、レッドとブラックでね、ちょっと助けてよ相沢、相沢、あ、今日は相沢先生のお仕事の邪魔にならないようにしないと、居眠りなんて絶対ダメだ、あんまり寝ちゃったからな、美味しいコーヒーと、そうだ、あの時食べられなかったビターチョコケーキ買っていこう、あ、いいね、そうね、甘いもの糖分も大事かもな、来たな、はい、今日は絶対に邪魔しないようにします、もう寝ません、寝てても俺は構わないぞ、あ、本当っすか、何度でも運んでやる。あ、マジっすか、もう居眠りしません。そりゃ残念だな、はいはい、終わったよ、あ、マジ、あ、お疲れ、え、書き終えたんだ、あ、そうなんだ、原稿ですか、そうだ、これから封筒に入れて編集者に渡せば完了だ、すごい、相沢先生おめでとうございます、あ、祝杯でもあげるか、はい、私ケーキ買ってきました、あ、よかったね、書店で君に会った時な、はい、もう3作目を出すのはやめようと決めたところだった、あ、そうなんだ、え、3部作はもう数年前に全て書き上げてあったんだ、その頃は今の状況を想像すらできなかった、お、今の状況、ベストセラーなんて言われてな、君みたいな若い子がたくさん読んでくれる、うん、でもな、この物語はそんな話じゃない、どういうことですか、特に3作目は俺の恋愛の墓標のつもりで書いた作品だ、墓標、相沢先生の恋愛の墓標、ああ、主人公は最愛の人を失い全てに絶望する、そして残りの人生をただ目を閉じてやり過ごすことに決めるんだ、そんな、しかし主人公は君のおかげでもう一度だけ目を開けてみようって気になれた、だから私、え、モクスンのことですか、え、ピ、え、時間切れ、佐藤ちゃん、佐藤マジで空気読め、空いているから勝手に入ってくれ、失礼します、いやもうマジで佐藤今じゃないよ、佐藤マジで今じゃない、あ、こんにちは、いつも身勝手で悪いがもうここには来るな、誰に言ってんすか、佐藤っすか、え、どういうこと、え、もう私ですか、相沢先生はこれからが大事なの、え、変な噂にでもなったら、そんなことは関係ない、黙ってろ、いいえ、先生だけじゃない、あなただって傷つくことになるの、だからもうおしまいになさい、え、もう相沢会えないの、え、ここ嘘、ここまでやって相沢もう会えないの、私が傷つく、
もうここには来るな。え、わかったな。そう、相沢先生にも会えないなんて、そんなのやだ。え、嘘、マジ。明日か、期末テストか、今どうでもいいわ。え、マジ、相沢。あ、まあ忙しくなるってことか。まあそうだよな、それこそ3部作出してベストセラーなんて言われて、まあ結構それこそ純愛小説ではあるじゃん、初恋3部作なんてね言われてて、あのおっさんがさ女子高生と遊んでるっていうの、確かにまあ問題にはなるか。そらそうか。真っ当な意見だったら佐藤も、うん、まあそれはしょうがないかもな、うん、それがちょっと年の差のある二人の問題点ではあるしな。あ、誰からだろう。カレン。カレン。バンビー。あ、た、し。いや、いいわ。カレンからの電話超嬉しいな。ふふ、うん、どうしたの、カレン。ね、今からカラオケ行かない？あ、カラオケ？行こう行こう、行きたい？やったー。じゃあ、アミューズメントパークで待ち合わせ。はい。オッケー？オッケー。うん、オッケー。また後で。カレンとめっちゃ仲良しなんだよな。さすがに疲れた。歌よりも振り付けでしょ？完璧にやるんだもん。練習したの？あ、練習やってんの？マニ。あ、マジ？自分の部屋で？そう。楽しそう。そっか。カレン一人暮らしだもんね。自由でいいな。いや、いいじゃん。家族の前でもやれよ、練習。いいよ。一人じゃ広すぎるから。バンビー、お嫁においでよ。いや、もうそういうこと言ってバンビのことくどいて、バンビコーヒーの入れ方からもうバッチリだぜ。もう。そうだ、バンビこれ。ん？これはマラカス？え、何？マラカス？うん、特別製。え、嘘。今日のお礼にもらってくれる？そう、シャカシャカしちゃおう。シャカ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 。ありがとう、使ってみるね。これで盛り上げは完璧。やったー。特製マラカスセットもらって意味わかんない。流行に敏感なのかな。チャオ。チャオ。うん、バイバイカレン。いや、いいな。マラカスくる友達めっちゃいいな。バンビ。あ、一緒に帰ろ。一緒に帰ろ。お茶して帰ろ。それが最良の選択。バンビ、冴えてる。なんか本当に女友達とばっかりこいつ親交深めてんな。じゃあ行こう。そう、ところでミオ、何？まあ、この辺も聞かないと決めてるから。テレビとスポーツは興味ないから。音楽は？ミオは音楽って好き？ううん、静かな方が好き。あ、なんかそのイメージあんな。そっか、じゃああんまり聞かないんだ。星の声を聞く邪魔になる。なるほど。でも金属の音は好き。金属の音？お金が落ちる音みたいな。ベル、うん、鉄筋、シンバルでもいいけど、金属の澄んだ音。なるほど。ああ、なるほど。金属じゃなくてもガラスのベルも素敵。なるほど。うんうん。ガラスを引っかく音も。ん？え？わからない？わからない。キーっていう音。あれ嫌いでしょ、みんな。例えばこういうグラスを。やめて。どうして？そう、いやだ。いや、もう変な、ミオ。変なのはミオの方だと思う？ミオ変だよな、変わりもんっていうか電波系だよな。なんだよ。久々だな。そういえば卒業したんですって、なんかしれっといなくなったけど。したら先輩いらっしゃいませ。冷やかしに来ただけだ。あ、そう。適当に花束一つ家よ。でもこれちゃんと買ってくれるんだよな。買い物してくれるんだ。いい子なんだよな、ちゃんとね、買い物するあたり。あ、そういえば、もうすぐ、あ、カレンの誕生日ね。カレンの買いに行こうね。マラカスもらったしね。シャカシャカ言わせながら買い物行こうぜ。メンズフレグランスビューティーサプリメントセット。椿のコサージュ。いや、これなんだろうな。やっぱり花椿系ってこう、花モチーフのも好きよね。プレゼントも用意したし、喜んでもらえるといいな。カレンいるかな？あ、いたいたいた。カーレン。いとしのバンビー。いとしのカレン。待ってたよ。え、あ、もしかして期待されてるとか。もちろん。あ、マジ？バンビに言われないと時間湧かないな。いや、もうめっちゃ仲良くなってしもって。
ふふ、もう誕生日おめでとう。プレゼントもあるよ。ありがとう。ねえねえ、開けていい？もちろん。もうバッチリだと思う。もう完璧？やっぱり。バンビのセンスって私大好き。いや、サンリッチだからね、3年目は。わかりやすいのよ。やったー、バッチリ喜んでもらえたみたい。とか言ってあの兄弟の古虫したけどな。電話ですか？あれ、誰だろう。いや、前のさ、あの喧嘩があってから私あんまこの電話取りたくないんだけど、絶対相沢じゃないでしょう。はい、もしもし。俺。なんすか？こうくん。今度の日曜、暇か？行っていいのかな？行っていいのかなと思っちゃうんだよな。正直今、私の心はどっちかと相沢に傾いてるからさ。そんな中で起こった喧嘩だったじゃん。いいのかな、でも行った方がいいんだろうな。暇つぶしに森林公園行かねえか。森林公園、あ、まあ暑そうだけど文句言うね、暑いとか言っていいけど。お、じゃあ決まりだな。うん、待ち合わせ場所は公園入り口でいいだな。遅れんなよ、こうくんこそ。そうだな。じゃあよ。いや、ちょっと考えないと。マジで、もう3年目の夏だから考えないと。あ、噴水屋、行ってみようよ。はしゃいでこけんなよ。噴水行こうよ、コウ君、行くぞ。ああ。もっと寄っとけ。おっと？おっと、コウ君。噴水もいいけど。恋愛のなってる？あっちいな、おい。言ったな、暑いって言うなって言ったでしょ。今年猛暑なんだって。水浴びしたくなるね。お肌焼けちゃうよ。お肌焼けちゃうとかこいつ気にすんのかな。気にしてなさそうだもんな。暑いんだって、水浴びしたくなるね。水浴び。あ、まあそれもありっちゃありかな。でも これわかんないな。怒られそうな気もするし、乗ってくれそうな気もするし。お肌焼けちゃう多分違うと思うんだよな。水浴びしたくなんない？おお、いいな。いいんだ。やっちまうか。やっちまえ、飛び込め飛び込め。いい感じだよね。暇つぶしくれにはなったろうが。あ、よかったね。今日はなんか落ち着かねえな。ん？ルカのことか。いや、ルカのことかって言うけどさ、言っとくけど、発端私、発端私かもしんないけど、喧嘩したのお前らだからね。何人だと楽しいよね。うんうん、どうして？しらじらしい。これしらじらしいな。あ、少し考えてたかも。え、三人だったら楽しかったよな、多分な。まあ、俺もその方が気が楽だ。そうだよね。お前、まだ時間あるか？いや、でもどうなんだろうな。よし、じゃあ移動するか。本心どう思ってんだろうな、こいつ。あれ？海行かないの、コウ君。コウ君、海は？もう。はい。うん。なんであんなこと聞いた？え、前の喧嘩のこと？え、聞いたっていうか、聞かされたっていうかね。あんなこと？あ、恋愛がどうのって、そういう話だ。あー、したな。忘れてた。全部忘れてた。お前らの喧嘩と相沢の件で忘れてた。それはコウ君がどういう風に考えてるかって。どうもこうもね。そんなもん。俺には関係ねえ。うん、分かった。分かるわけねえだろ、お前に。うん、いやでも多分いろいろ考えてくれたんだろうな、コウ君も。お前がこの町に帰ってきてからいろいろ変わっちまった。私そんな、いや、まあそうだよな、木寸きっかけでこの兄弟は特に変わってしまったと思うぞ。責めてるんじゃねえ。はい、大抵はいい方に変わったんだ。でもこれだけは、この気持ちだけは、俺はどうすりゃいい？コウ君、いや、コウ君じゃなくて、いや、もうこう、なんかすごい今申し訳ない、心臓ギュッてなってんわ。ごめん。マジでそういうこと言う？そういうこと言うとさ、揺らぐぜ私。コウ君、私。やめろ。言うな。それが一番マシなやり方だ。たまっちゃった。
全部の発端お前のくせに。今日のことは忘れろ。あ、マジ？え、でも俺はもう忘れた。じゃあ な。泣くんちゃう今から。大丈夫、コウ君、コウ君泣くんちゃう。でも最悪。いや、多分いっぱい考えてくれたんだろうな、モクスンの。多分何気ない、その何も考えてない恋愛でどう思うっていうあの話をすごい考えてくれたんだろうな。あー、マジ傷ついていらっしゃるね、本当に。あれはもうモクスンのせいよ。いや、一応今年もね、花火大会はあるんですよ。あるんだけど、ちょっと毎年さ、設楽誠司を誘っていたわけじゃないですか。今正直そんな気分にならないっていうか、ね、今設楽誠司に構ってる暇ねえから。マジで、あの2年何だったんだって思われそうだけど、いや、もうマジで今そんな勇気ないわ。今ね、コウ君のことを考えてしまってんな。さっきのすごい辛かったな。あ、ミオから電話だ。バンビ。嫌な予感。ミオ、どうしたの？あの、爆弾とか言わないでね。そろそろかなと思う。え、したら政治だな。まだ取り返しがつく。大将、間違えないで。え、何のこと？バンビを取り囲む星々の中に、傷を負った星がある。待って、ストップ。ミオ。ま、傷は小さいけれど。いや、ミオ、意義あり。正直、多分だけど、あの兄弟以外の誰かだと思うの。全然構ってないから。でも、正直今一番傷を負っているのは、コウ君だぜ。と、モクスと、相沢修吾。星、傷？聞いて、バンビ。男の子の心は、女の子以上に傷つきやすいの。絶対嘘。最初は、小さな爆弾でも。バンビが一人の男の子と仲良くすると他の男の子が傷つく。いや、もうこれが保存の法則。保存の法則。いや、それね、恋愛に関してはその保存の法則って絶対ダメなの。キープってことでしょ。そんな私どうすれば。落ち着いて聞いて。星の導き通りに、まずは傷ついている男の子が誰かを知ること。すぐ傷つくんだから。どうしてもわからなかったら私に聞いて。爆弾マークが点灯している。ブロークンハートが誰か占ってあげる。あ、マジ？うん、ありがとう。爆弾の正体がわかったら早急に対処して。一番いいのは電話すること。なるほど。あのね、バンビ、うん、気になる男の子と仲良くなりたいのなら、その人ともっと一緒に過ごすのが一番。デートとか下校のことかな。だからといって他の人を無視するような言動はダメ。傷口はすぐに拡大する。これが愛の爆弾スパイラル。楽しんでないミオ、大丈夫？じゃあどうすれば。ごめんね、バンビ、今教えられるのはここまで。うん、まあ、結局爆弾誰がついてんのかを把握して電話かけてデート取り付けろってことですよね。道に迷ったら占ってあげる、うん、あとは星の導きのままに。傷ついてる人がいる、一体誰だろう。そんなん言ったらさ、言っとくけど勝手に傷ついて爆弾抱えてるかもしんないよ、てめえらは。一番傷抱えてんのモクスンだから、正直なとこ。一年目からさ、ああだこうだ言われて、カッタリーのなんだの言われて、ほんとよ。